2000サマーアクションシリーズ2で王道マット連勝街道を突っ走った登竜門ジャパン M2K は9月2日武道館決戦でライバルクレイジーマックスと激突。マネージャータルを加えたクレイジーマックスの攻撃に押されたものの見事勝利し勢いに乗る M2K。 2000ジャイアントシリーズではタルが単独で全日本マットに乗り込み M2K を制裁戦と助っ人たちとタッグを結成した。望月進がコールされました。神田康司、今日こそは三角蹴りからツイスターを見せるか。グランナニワ、武道館のリング見参です。反則殺法で相手を痛めつけてくるんでありましょうか。タル一人新選組、今日は打ち入り土方隆二、やっと笑いました土方隆二。さあこのシックスメンタッグをお伝えしてまいりましょう。レフリーはウォーリー山口がさばきます。そしてロープに振られた望月進はどうするか。風車式バックブリーカー。こんなシーンは某女子プロレスラーが見せるシーンであります。さあ乗ってますね。ダニオ乗ってますね。グランナニワでありますがボディースラムの体勢、グランナニワ。さあ見せるか、カニ歩き。今日も東京千代田区九段の日本武道館に、今日は何でしょうか、ズワイガニ。ズワイガニが危ない。さあそしてカニ歩きを見せるんですが、ちょっと自らバランスを崩しています。そしてこの体勢からまだやってます。今日はもうファンサルカニダイビングエルボー。そしてカニダイビングエルボーを放ち、タルにつないでまいりました。タルが後頭部のあたり、望月進の後頭部を襲ってまいりました。下からこれはボディーブローの体勢は望月進が見せているわけでありますが、蹴り技、まあ今日試合前この6人の選手、その各選手がすごい気合い入れてましたからね。はいはいはい、やっぱり武道館というのは彼らにとって大きな張り合いですからね。はい、あっとこれはベルト、まあ、帯ですね、黒いその帯でもって公式に行ってしまうんでありましょうか。タル、お客さんの力を借りているタルです。さあリングサイドのファンの力を借りて、そして今度はファンサービス、何人の力を借りているんでありましょうか。今度はお子さんの力を借りてタルが望月進の喉元のあたりを締め上げています。これはレフリーウォーリー山口も発展しました。お客さんに手を出すなというそんなこと言ってますけれどもね、お客さんから反則取るわけにいかないですからね。そりゃそうですね。下からパンチ、しかしさあグランナニワがなだれ式のフランケンシュタイナー。ダルが入ってくるハイキック、喉元のあたりをスパンと切るような鋭利なハイキックを出していますこのタル。もう一発ハイキック、胸板のあたりタルです。さあ足を取っておいたタル、クローズライン回復と裏投げか、神田康史、しかしそれをうまく切っておいたパワースラム。カウントどうか、カバーの体勢ですがカウントは2カウント。ウォーリー山口は2カウント。さあそして M2K 入ってきた、裏投げ、そして抑え込んだ、さあどうかカウント、2カウント、神田康史。さあそして M2K 望月進、望月正明、2人が入ってくる。さあ2ブラドンで待ってタルをロープに振りました、ボディを蹴っておいた、そして合わせ技、望月進む自ら気合を入れておいた、この体勢からカナディアンロッキーバスター。さあ神田康史がトップロープ最前から飛んでった、ダイビングエルボー、抑えたカウント、
フルカウント粘ります。 M2K 土方龍二が今エプロンからリングした。さあここは樽を仕留めようというんでありましょうか。望月正明、そして神田康史、ロープに振っておいた。望月がこの体勢からエプロンから、そしてあっとミサイル、これは誤爆、神田康史に当たってしまいました。ラリアットエプロン、さあそしておっとちょっと動きは大丈夫か。神田康史かかと落とし、樽自身もだいぶ弱ってますよね。そうですね。そして神田康史を捉えてくるか、樽ドリアーが見られるか。いやこれはボディスラム、神田、そして神田ムーンサルトに行く。樽がムーンサルト、あっとこれはちょっと浅かった。カウント、フルカウントです。ちょっと今あれ流れましたね。流れました。ピンポイントで決まらなかったですね。はい、これは場外ではやり合って、さあ見られるか、タルドリラーか。いやしかしパクリ回った、切ってきパンチ。さあ止まった自転車を持った手にしたのは今レフリー見ておりませんでした。三角蹴り、望月正明、ウォーリー山口の資格を取った、ジャバン抑えた、カウント、スリーカウント、神田康史、樽を捉えまして M2K に外角上がりました。まあ、ちょっとフォール行く前、はい、さんバタついた面も見られましたが、はいはいはい、まあ、しかし抑えたピシャッと抑えましたね。そうですね、今日は M2K のコンビネーション良かったですね、はい、ただ非常に鍵が張り切ってましたし面白かったですね。そうですか。ウルフホークフィールド、そのホークフィールドに対して赤鬼富士正信が真正面からまずナックルを見舞っておいた。さあこれはスティーブ・ウィリアムスと富士正信の局面を迎えているわけでありますが、ニヤッと笑っていますこの富士正信。さあどうかナックル、いや手形の落としたになりましょうか。この富士ナックルパート、富士正信です。まあ、このシリーズは菊池さん、はい、富士正信ですね、前のサマーアクションシリーズ、サマーアクションシリーズ2は第一試合をよく務めていたんですよね、はいはい、若い選手、はい、全日本にまだ慣れてない若い選手を鍛えるというのがあったんですよね、はい、第一試合は別名富士正信のプロレス教室という、そんな名前なんですね、はいはい、しかし喉元のあたりをスティーブ・ウィリアムスに見舞われていっているわけでありますが、いわゆるそのプロレス教室の先生が今現在はちょっとハンセン・ウィリアムスが捕まっています。先生もこれを中年には弱いってことですかね。そうですか。エルボーを見舞ってまいりました。そしてこれはバックを取るウルフホークフィールド、胸板のあたりにここは逆水平、富士正信はその逆水平など胸板のあたりに見舞われますと赤くその色が変わってくるわけであります。そうなってくると起これば赤鬼という富士正信です。まあ、思えば菊池さん、はい、9月の2日この武道館のマットで新日本プロレスの長野正弘選手と対戦しましたね、はいはい、試合は私ももう絶叫しまくってましたけれども、もう本当に富士が全日本プロレスというその何ですか、意地をかけて、はい、長野正弘に挑んでいきましたね。まあ敗れましたけど、はい、富士らしい味を出して全日本のメンツをきちんと守った試合だったんですよね、はい、これだけしかし重いパンチ、これ左の脇腹食らったらたまったもんじゃないですね。本当はあばらまずいですよ、はい、これもあばら攻めてるわけでしょ。そうですね、やっぱりリズムですよね、ワンポイント攻撃ですね、はい、しかし真正面からこれはもうグーパンチでありましょうか。藤原芳明です。ウォーリーなんだ怖い顔しても藤原組長の普段の顔の方がやっぱり怖いですよね。そうですね。さあ肩指固め、ウルフホークフィールド、しかし組長が足を払いました。さあバーチャファイターウルフホークフィールド、富士正信を捉えるか。キャンバスの中、ほぼ中央でもってブラックバスター直線砲、おっと組長に襲いかかってまいりました。そして今度はジョニー・スミスに襲いかかってきた。さあトップロープ最上段からホークフィールドが飛んできた。この戦法はラクロスと言っていた頃にも見せました。エビ固めの体勢ですが、カウントは山口レフリーは2カウントでしょう。ちょっと今影で見えなかったんですが、やっぱり2カウントです。
ローキック、ローキック。おお、藤珍しいですね。円髄、これはちょっとダメでしょう。バックボーンのあたり、ダメでしょうって聞こえてしまったら大変なんですがね。ジョニー・スミスが入ってまいりました。エルボーです。ちょっと今日菊池さん、これジョニー・スミスも動き、いつものスミスの動きではないですね、はい、2人の職人、ベテラン職人、ちょっと遠慮してるのかもしれませんね、はい、髪をつかまれた。さあジョニー・スミスはどうするか。ジョニー・スミスに対してウルフ・ホークフィールドがブレンバサに行こうと思ったんですが、片膝をついて、ここは体勢を落としてまいりましたのがジョニー・スミス。さあ速射砲できた。ジョニー・スミスから、おっとジョニー・スミスが何が出て飛び出してくるのか。トップロープ最上段から、さあ仕事しが飛んでくるバーチャファイターを仕留めるか、ミサイルキック。さあピョンと跳ね起きたジョニー・スミス、最終戦でもって勝利を飾れるんでありましょうか。そしてスタンピード、クロバ動画というカウント、ヘッドバット、ヘッドバットに行こうと思ったんですが、ホークフィールドがボディのあたりを蹴りました。筋骨隆々としておりますこのバーチャファイター、ウルフ・ホークフィールド。ホークフィールドがサイドスープレ、いやーターボドロップか、抑えた、片エビカウント。しかし髪を掴んだ組長、組長もすごいですねこれはスティーブ・ウィリアムスも入ってまいりました。石頭のこのプロレス界の生活指導部長、藤原義明指導部長が今やられています。さあ喉笛をかき切ってやるぞという、そんなジェスチャーを見せましたのがウルフ・ホークフィールド。赤鬼、赤鬼が真正面から頭部を蹴りました。三半線にも蹴り、珍しいですね、普通こんなこと言うね、はい、そしてネックブリーカー、ネックブリーカーからどうか、どうか、カウントはというカウントです。リング内ではジョニー・スミス、残り勝負ですよね。そうですね、エルボーからこの体勢から、そしてブレディスフォード、カウント、どうか、スミカト、ジョニー・スミスがウルフ・ホークフィールドを仕留めました。今日はスミスの罠にはまったという感じですね。そうですね、はいはい、今日は得意技ブリティッシュフォール決まりました。ジョニー・スミス、藤原義明、藤正信組に外貨が上がりました。越中志郎、侍と呼ばれた男、全日本プロレスに入団し、若手の登竜門ルーテーズ杯で優勝するなど、その素質は若くして発揮されていた。そして16年の月日が経ち、今侍志郎が藤正信とタッグを結成し、チーム2000との急先鋒を買って出た。藤正信は新日本との対抗戦の参謀役、越中を獲得。いわき大会に続き名取でもタッグを結成、スミス・米組と対戦した。ダブルブレンバスター、ダブルタックルと見事な連携で試合の流れを完全に自分のものにした。最後は越中が侍パワーボムで米を仕留めた。越中は完全に全日本の一員として見事その役目を果たし、最終戦武道館では荒谷信孝とタッグを結成。そのサポートぶりに注目が置かれた。さあジョージ・ハインズがコールされました。狂犬野郎、さあ左の拳がうなるか、ゴールデンレフト、ムーンサルドプレスがヒットするか、荒谷信孝、侍戦士越中志郎です。大相撲
時代はやはりその押し相撲で定評がありましたこの荒谷信孝だったんですが、なんとか押し切ってそのプロレス界の頂点を極めることができるんでありましょうか。荒谷信孝です。越中四郎がエプロン、そして荒谷信孝がリング内、ジョージ・ハインズちょっとこれは苦戦か。まあパワー的にはちょっと荒谷の方が勝っていますが、ジョージ・ハインズ、ハインズいつもの勢いがちょっとないですね。そうですね、はい、まああの越中のうまさに透かされてるってとこもありますけどね、はい、このジョージ・ハインズは大阪市中央体育館大会ではセミファイナルバートンと組んで新崎人生天竜源一郎組と対戦いたしましたが、マンダラひねりさらには極楽固めを決められましてホールを奪われて敗戦という結果になりました。まあ、ハインズとバートンのその、コンビネーションというのは良かったんですが、はいはい、ちょっとやはり新崎天竜組には中盤戦から押されてそのままだったかなというそんな試合展開でした。はい、まあ、天竜も三冠がありますからそう簡単に負けるわけにいかなかったということでしょうね。なるほど、押し中四郎に対しましてここは一発攻撃仕掛けておいて、さあ入ってきた、バートンが入ってきたぞ、レフトからの肩を利用してのその攻撃、さあ今度は走り込んでいってのラリアット、レフトから入ってくるマイク・バートンがボディースラムの体勢から、さあセカンドロープ乗っておいた、セカンドロープからダイビングエルボーはライトから、カウントはどうか、2カウントです。マイク・バートン、バートンも福さん、はい、まあ、全日本プロレスの常連外国人レスラーですからね、はい、あのハインズよりはあのリズムが早いですよね、スピードがありますよね、はい、だから腰高も透かしきれないというところがありますけどね。なるほど、そして荒谷信孝にスイッチ、マイク・バートンに対しましてここはダイビングラリアットを見舞ってまいりました。ロープに振った、さあここどうするか、ロープがすごい今きしみました。さあそしてラリアット、これがあーゴールレフト、荒谷信孝に必殺ゴールデンレフト、そしてジョージ・ハインズにつないでくる、ジョージが飛んできた、ダイビングヘッドバット、抑えた、荒谷返せないかどうか、2カウント。さあ畳み込んでいくんでありましょうか、ロープに振ったカウンターキック、もう一発ロープの反動を利用した、しかし荒谷もロープの反動に2段蹴り、ブローバーが鮮やかに鑑定しましたね。そうですね、菊池さん、今のこの蹴り、あるいはまた二段蹴りを見ますと、はい、まあ、往年の名選手だったあの国際プロレスの流血怪人アレックス・スミルノフを彷彿させる感じがしますね。スキンヘッドです、そんな感じですね、はい、ロープに振ったが押し中ラリアット、カウンターどうか、2カウントです。さあそしてタイツを掴んでおいてリング下でのバートンとそして越中の攻防を迎えています。バックドロップ、荒谷信孝平成の生傷男、カウントどうか、2カウント、ジョージ・ハインズ返しました。そしてボディースラム、さあ出るか平成の生傷男、やってやるぞと言わんばかりムーサート抑えたカウント、おバートンがここは救援カットに駆けつけた、バートンの肘、おっとエプロンからリングしたバートン転落、腰中とそして荒谷トゥープラトンで持ってくるか、ホイップしておいたラリアット、そして引っ張る腰中しろ、さあちょっとこれ連携プレーどうか、連携プレーは乱れずしてサムライパワーボム、フィニッシュは荒谷か、ギロチンカウント、ハインズどうか、バートンがここはカット、バートンも動きはいいんです、カットにたびたび駆けつけているものの、さあ荒谷もう一発ここダメ押しでくるか、さあ平成の生傷男ムーサルト、夜空をムササビが舞ったスリーカウント、荒谷がジョージ・ハインズを仕留めました。菊
福さん、はい、まあ、ダメ押しでムーンサルト来ましたね、はい、まあ、本当に腰中がうまかったですね、この試合は。なるほど、試合の、ね、かっちり掴んでま、作ってましたからね、はい、まあ、瀕死取ったのは荒谷ですけど、はい、完全に腰中アシストして取らせたという感じですね、はい。破竹の勢いで成長を続ける太陽ケア、師匠ジャイアント馬場もその素質を大きく買い、将来の全日本のエース候補として見事育て上げた。キック、スープレックスを巧みに使いこなし、全日本ジュニア時代には無敵を誇った。10月8日後楽園ホールで行われた15選手参加の時間差バトルロイヤルでは見事勝ち抜き優勝をものにした。しかし試合途中腰を負傷、翌日の 10.9 対抗戦を欠場、治療に専念した。チャンピオンにもなりましたしね。バックキック、ミドルキック、ローキック、太陽ケア、これはバックからのヒールキック、太陽ケア、後楽園のリング。そして10月28日日本武道館で復帰戦を迎えることになった。柿原正人、1990年 UWF インターに入団、関節技とキック、翔太を武器に戦い続けた。1999年に全日本プロレスに入団、戦いの場を広げていった。そして2000年6月全日本離脱。10月8日再び全日本マットに戦いの場を求めリングに登場。太陽ケア、柿原正人、それぞれの王道復活祭、2人が再び対決する時が訪れた。さあ柿原正人、久々の武道館のリング、相手を極楽浄土へ収めるか、新崎人生。さあ暴走新幹線こだま、モハメド・ヨネ。みんなの太陽、さんさんと輝く男、太陽ケア。格闘探偵団バトラーズのこのモハメド・ヨネ、柿原のこのいわゆる翔太なんですが、菊池さん、はい、これはもうプロレスじゃないボクシングですよね、この構えは。はい、いきなりもうそれに合わせてくるのかモハメド・ヨネ、まあ、確かに今菊池さんおっしゃったように、まあ、これはあのボクシングスタイルですね。プロレスっていうのは4つに組んでから始まると、はい、昔のプロレスはそうです、まあ、最近は飛んだり跳ねたりしますけど、はい、これまた違いますよね。柿原、右からのジャブ、さあどうか、ニュートラルコーナー追い詰めてくるか柿原、柿原正人、右から左、さあボディーブロー連発できた。しかし米がコーナーマットを広がってくる、身を見舞ってまいりました。柿原がここはうまくかいくぐってまいりました。モハメド・ヨネと、そして柿原正人、さあ今度はどうか、モハメド・ヨネ。全日本プロレスでの日本武道館のマットはこれが2度目になります。モハメド・ヨネ、ローキックに合わせてくるか。格闘探偵団バトラーズのモハメド・ヨネ、ミドルキック、いやハイキック、柿原ロープの反動を利用した、おっとキックはこれはうまくブロックしておいた、ハイキック、
うまくラリアットはかかっておいたが、ジャンピングにモハメドネ、フックなら4本負けてないですからね。そうですね。しかし後方からのラリアット、さあそしてスリーパーの体勢、いやここはニュートラルコーナー送り込んでまいりました。モハメドヨネ、そして柿原、タックルしておいたマウントか。いやしかしここはコールの体勢を狙っています。柿原スキンヘッドに黄色い体地でありますこの柿原雅人、1972年4月29日生まれであります。愛媛県の新居浜市の出身であります。まあ、ニックネームが狂った拳、狂犬というそんなニックネームでありますけれども、その狂った拳をヨネ、あるいはまた太陽ケアのボディのあたりに強烈に打ち込んでいくんでありましょうか。柿原雅人グランドの展開か。さあレッグロックの体勢、モハメドヨネであります。キャンバスの中央、さあグランドの体勢か、この柿原雅人です。そしてここはくるりと回っておいてロープ際であります、モハメドヨネ。そして柿原、菊池さん、まあ、柿原もあの10月8日全日本プロレスのファン感謝デーのリングで、まあ、あの戻ってまいりましてね、いろいろありましたがまたこのマットに戻ってきましたというその言葉、まあ、印象残りました。菊池さんはどうお感じになられました。全日本のファンはあったかいなと思いましたね。そうですか。拍手で迎えましたからね、まあ、部員もいくらかありましたけど、はい。そして太陽ケアが入ってまいりました。まあ、ケアは試合前柔軟トレーニングをした後、まあ、時折じっと一点を見つめまして何かを思いカッと目を見開き戦場のこのリングへと向かってまいりました。太陽ケア、ケアとそして柿原、両者の戦いであります。まあ、あの東京ドームの対抗戦出れなかったのも残念ですけど、あその前の私立から目つきはもう完全に変わってましたからね。あ、そうですね、はいはい、いい面になってきました。はい、まあ、それと少し体の方も大きく育ってきたかなという感じがしますね。まあ、ジュニアヘビー餃子返上してヘビーになって、はい、まあ、ちょっと無理かなと思ったんですけど、まあ、この体ならね、はい、もう自分ヘビーで調子するんだよね。なるほど。さあ太陽ケア、左の肩口から当たってまいりました。太陽ケア、そして新崎人生念仏大使、まあ、これは蹴り技かいくぐっておいた、純粋返しておいた。さあ新崎人生、これは突き技と持ってきた、うまくここは広がってサイドキック、これを返しました。太陽ケア、ハイキックか、バックル回っておいた、ハイキック、太陽ケア、ちょっとまだ腰が痛そうですね。あ、そうですね。さあ太陽ケアというリングネームの前はファンの方はご承知の通りマウナケアモスマンでありました。185センチ106キロでありますが、75年の11月18日生まれのこの太陽ケア、ハワイホノルル出身であります。94年の6月ホノルル滞在中のジャイアント馬場選手にギフトいたしまして、この全日本プロレスの入門を果たしたわけであります。その年の11月26日にデビューを飾りました。得意技ハワイアンクラッシャーで今日新崎人生、あるいはまた柿原雅人にそのハワイアンクラッシャーを見舞うことができるんでありましょうか。走り込んでいったがジャンピング2で、おお、これは後方に突き放してまいりました。新崎人生、あ、やっぱりこれはちょっとああいう打ち方すると痛いでしょうね。危ないですね。まあ、最終戦武道館だということで無理して出てきたんでしょうけど、まあ、その気持ちは変えますけどね、はい、やっぱり大事にしてほしいですよね、はい、これからのレスラーですからね。なるほど。あ、やはりこれはちょっと腰のあたり、太陽ケア大丈夫か、苦悶の表情、ね、はい、目は死んでませんね、はい。日本武道館の全日本プロレスファンの間からはケアケアという声が飛び交っています。新崎人生、情け容赦のないボディスラム、あのボディスラムの時にやはりあの腰の部分からあの落下させられてますからね、はいはい、さらにはあの足にもバスンというちょっと衝撃走りますから、はい、これはもう腰のあたり太陽ケアかなりダメージを負わされているんでありましょう。逆肩エビ固め、やはりこれはちょっと辛辣な戦法に出てまいりました。まあ、勝負の鉄則ではあるんですけどね、相手 の、 あの弱ってるところを攻めるというのは、はい、太陽ケア、ちょっとこれはエスケープできないか、こういう時にちょっとヨネのカットが欲しいか。しかし自力で持って返しました。強靭な肉体を持っておりますこの太陽ケアから、さあそして新崎から柿原にスイッチ、ああ、やはりそこ狙ってきたか柿原、これはたまりません。
このボディーブロー、腹部のあたりを長打されれば腰のあたりにも当然それ激痛走ります。太陽系は大丈夫か、ちょっと今の受け身も腰のあたりから打った感じ。さあ柿原、両の足を取っておいた。やはりボストンクラブ狙ってくるか。ボストンクラブステップオーバー、これは右にひねってくる、ひねり込んでった。さあどうか、ケア今度はこれはエスケープできるかどうか、自力でどうか、2度目これも自力でもってエスケープするんでありましょうか。太陽系すごい力、さあ太陽系に対しまして情け容赦のないボストンクラブは柿原ですがブレイク。さあ今口で発した通り、筋肉バスターが柿原雅人強肩を襲ってくる。さあこの体勢から筋肉がっと、しかし止まった。新崎人生カット、ボディーブロー、ボディーブロー、ちょっと間を置きすぎましたね。はい、さあ柿原、あーっとこれだけ小手で疲れてくるとたまったもんじゃない。カウント、カウントは2カウントです。試合は15分を経過しています。あーこれだけ連発されると、あの菊池さん、はい、見た感じはそんなに効いてなさそうなんです。これかなりいってるんですよね。でも今の米は完全にブロックしてましたね。あー左右あのガードで切っちゃいましたね。これは決まった。あーっと米どうか、手がちょっとダメか。いやしかし太陽ケアが入ってまいりました。柿原雅人、さあボディーブロー、まあ、いわゆるショートからのボディーブローを放つ。私もこの柿原の試合というのは初めて実況するわけなんですが、こういった選手の実況するのは初めて。ハイキック、うん、ちょっとまあ菊池さんが冒頭でおっしゃいましたがプロレスではないなとそんな感じがしますが、打撃系の選手はしかし強烈なパンチキックを持っています。太陽ケアが、あっと足を取られたぞ。これは新崎人生がひねっておいたドラゴンスクリューか。そしてその新崎人生と太陽ケアはリングした。さあ抑え込んだ、あーどうか、スリーカウント。柿原がモハメド・ヨネを抑え込みました。さっきノンガードで来た思いのパンチが効いてます、ね、あーやっぱりあれ効いてた、あの左右パンパンときましたもんね。ワンときましたからね。大仁田敦史、古巣全日本マットでの試合を夢と語る邪道戦士。10月28日日本武道館の舞台裏に登場し、淵正信と会談に臨んだ。あんたの頭高すぎるよ、おいおいおい、昭和じゃねえんだよ、おっさん、昭和じゃねえんだよ、平成なんだよ、おいおい、21世紀なんだよ、おいおっさん、いいから、亀山の前はいいから、もういいから、さあ、もういい、あれすんな、あんたとな、話すのわけはないんだよ、じゃあな。階段が決裂した大仁田、師匠ジャイアント馬場三回忌の2001年1月28日東京ドーム大会に出場を宣言。果たして邪道の夢は叶うのか。今日の勝者高田富裕天理さんよ。こちらの勝者に一点二八、おい、電流爆破を要求する。馬場さんの三回忌、俺は何が何とあろうと出場する。おい、淵よ、てめえのギャルだよ、お前。ワンにお前、払い戻しぐらいしてやれ。それが男ぞ。諦めてたまるか。30年の壁を破った歴史的一戦、2000年9月2日の日本武道館では、よみがえった赤鬼淵正信が新日本プロレスチーム2000との蝶野正弘とシングル対決がついに実現。まさに試合はドラマティックな戦いとなった。
最後はヤクザキックの連発で蝶野正弘が勝利を手中にした。俊明が敗れた淵のリベンジを果たさんと新日本プロレス出陣を宣言。 10.9 東京ドーム大会に乗り込んだ川田、対するは新日本プロレスのトップ IWGP 王者の佐々木健介。重いチョップが川田の喉元に炸裂、川田もチョップで応戦。健介のサソリ固めががっちりと決まる。川田もストレッチプラムで締め上げる。両者一歩も譲らない好勝負の末、最後は川田が見事勝利。王道全日本を死守、そして対抗戦はますます激化。新日本プロレスの小原道雄氏が入ってまいりました。場内からは何とも言えない声が起こっています。さあブーイングもあれば、また名古屋の新日本プロレスファンの皆さんが大原に声援を送っているわけであります。チーム2000の大原道雄氏が入ってまいりました。全日本プロレスからは仕事師ジョニー・スミス、今日はこの小原道雄とこれからシングルマッチを挑むわけであります。さあもちろん初対決であります、このジョニー・スミス対小原道雄の一戦。いつもながらこのジョニー・スミス冷静にこれからエプロン、そしてリング内に入ろうというところです。入ってまいりました、仕事師ジョニー・スミス。新日本プロレスチーム2000と小原道雄、そして全日本プロレスからはジョニー・スミス。この対抗戦は和田恭平レフリーが裁くわけなんですけれども、菊池さん、はい、まあ珍しくこれジョニー・スミスにご覧のような五色の紙テープが、はいはい、まあ、スミスの対抗戦に全日本代表として出るのは初めてでしょ。そうですね、小原はあの新日本でもブーイング浴びることが多いですから、あのこのくらいのブーイング平気ですよね、はい、でいつも新日本でブーイングを浴びせてるファンが今日は小原にコールを送ってると、新日本にそうですか。さあ全日本プロレスとそして新日本プロレスの対抗戦、ますますヒートアップしております。そんな中舞台は愛知県名古屋市愛知県体育館であります。30分一本勝負。スミスは仕事師ですけど、はい、小原もくせ者ですよ。そうですね、はい、確か元国際プロレスアニマル浜口ジムのこのいわゆる文化生、はい、第1号レスですね、はいはい、ですからあの時折そのエルボーなどに行く仕草っていうのはアニマル浜口選手を彷彿させるような感じしますね、はい、キャイダーとやるようなポーズでありますからね、まずは組み合った。さあ先制はどうでしょうか。組み合っておいてどちらが先制攻撃仕掛けてくるんでありましょうか。小原か、小原がここはまずはグランドの体勢を作っています。小原道雄、ジョニー・スミスレフトからのヘッドロックを食らっています。ここは2位を見舞ってまいりました。ジョニー・スミスちょっとこれは当たりが浅いか。さあ左からのヘッドロックでもって体勢起き上がってまいりました。ここからどのように切り返してくるんでありましょうか。ジョニー・スミスロープに振っておいた。さあ帰ってくるところはどうか。小原が左の肩をしかかなりこれ
まあ、先ほど吉田さんおっしゃったように、はい、あの名古屋の新日本プロレスファンの皆さんがわーって言ってます。特に名古屋は新日本の強いところですからね。そうですか。さあこの名古屋城の本当にすぐ下になりますこの愛知県体育館です。夏になれば大相撲名古屋場所が15日間行われるわけであります。またその他の時期を利してこうやってプロレスの興行も行われているわけであります愛知県体育館。さあグランドの展開、よしこれもどうか。リストを取りに行きましたのがジョニー・スミス。小原光義が現在は上体を起き上がらせて切り返しにかかりたいんですが、しかしここは捕まった。さあジョニー・スミス押してくるか。ここはコーナーマット、ニュートラルコーナー、逆水平を見舞ってまいりましたのが小原の逆水平、もう一発逆水平であります。おっとこれは相手を挑発した。スミスが乗っかってしまったか。エルボーであります。そしてロープの反動を利用してのエルボー、ラリアットを返してバックドロップ。ジョニー・スミスカバーの体勢、カウントはどうか。カウントはワンです。繰り返してまいりました小原光雄氏。いつもは冷静なスミスがちょっと熱くなったんですね。そうですね、はいはい、だからあれは小原の戦法ですから引っかかっちゃいけないですよね。はい、小原光雄氏は相手を挑発させておいて乗っかってきたところで軽い反則を出して自分のペースを作る、はい、そういう試合戦法なんですが、さあ足を内からかけておいたがジョニー・スミスはどうするか。このまま投げに行くのか。いやしかし小原が粘っている。ここは小原の首を決めています。はい、左に傾けてくる。さあ今度はグランドの展開、体勢下がってまいりました。腰を先に落としたのが小原です。こう一点何のないように見える技は割と効くんですよね、スミス。こういうところもうまいんですよね。はい、ジョニー・スミスがここは盛んに若干小原の首を左に傾けておいて決めにかかっています。さあ今度は上体が起き上がってきた。ニュートラルコーナー、小原が詰め寄ってくる。ああ、やはりこうやって細かい反則殺法来るんですね。小原光雄氏顔をかきむしってみたんですね。はい、今度はバックボーンのあたりを踏みつけてまいりました。しっかりとスミスが左足を取っていたんですが、しかしこうストンピングを連発されたらたまったもんじゃない。このジョニー・スミス仕事師、ちょっとまだ仕事をさせてくれないか小原光雄氏。そしてブレイクです。おっと、和田恭平レフリーに突っかかってまいりました小原。まあ、それもそのはず、今日は全日本プロレスのマットです。裁くレフリーは全日本プロレスのレフリーによって裁かれます。抑え込んだ。カウンターどうか、和田恭平レフリー、カウントワンです。ジョニー・スミス、まだまだその余力というものがあります。ジョニー・スミスがこれはレッドからのスリーパーを狙われているんでありましょう。さあスリーパーであります。とにかくこの小原光雄氏という腕であります。アニマル浜口トレーニングジムで鍛錬してまいりましたこの小原光雄氏。その小原光雄氏によりましてエプロンからリング下放り投げられてしまいましたのがジョニー・スミス。追ってくるか小原光雄氏、本部席に持ってくるのか。いやしかしここは天津激突ですさ。はい、この技かなりあばら骨とかにぐしんとくるらしいですね。特にホップする瞬間に小原力いっぱい振ってますからね、あの瞬間に力入ってるとかなりダメージ大きいですよ。はい、まあ、レスラーによってはバックボーンのあたりに一瞬激痛が走るけど、僕らはその強靭な肉体だから大丈夫ですよというそんな話も聞かせる選手もいれば、はいはい、逆に飛び込んでいったとき脇腹を打って、ええ、それがなかなかこう回復しないらしいですね。当たる角度が悪いと無数に、あのダメージ大きくなるんですよね。はい、斜めに行ったら必ずあばらやられますよ。はい、そして今ジョニー・スミスリング内入ってきたところ、小原光雄逆水平、しかしここはエルボー、ああこうやって顔面かきむしり、細かい反則でそれを切り抜けてくる小原でありますが、ロープの反動利用した。ここは走り込んできてるネックブリーカー、硬い、体固め、これどうか。カウントは2カウントです。今のワニューマにハマる強い飛び技があって、そうでしたね。小原は国士舘の柔道部の猛者でしたね。ハマるジムに通ってる頃はまだ爪の覚醒って来てましたけどね。あ、本当ですか。その頃から不敵な面構えしてました。あ、そうですか。バックを取った、ジャブ、サドか。カウントは2カウント。あーっと、これは
腕を決めた。さあジョニー・スミス、しかし前転しておいて、さあ今度はアームブリーカー、ジョニー・スミスにアームブリーカー、足をバタつかせ、そしてサードロープにエスケープできるかどうか。今エスケープ、ジョニー・スミスがエスケープしました。さあ場内からはもうブーイングが小原に起こっています。今今日は先ほど菊池さんからお話がありましたが、名古屋の新日本プロレスファンが小原に声を送ってますから、逆に今声援も小原に送っていた方が多いんじゃないですかね。そうですね、今の小原の動きはうまかったですよ、はい、非常にオーソドックスないい動きしてましてね、はい、まあ、小原にしては珍しいと言ったら悪いですけど、なるほど、普段ラフばっかりやってるのがやっぱりこれだけの実力を持ってるということですよね。はい、デスバレーボムからカバーの体勢ですが、カウントは2カウント。ジョニー・スミスも今日はちょっと苦しいか。さあこれでジョニーマジック、どうか、ここで持って小原、エスケープはこの位置はちょっとできません。ならば反則でもって切り抜けてこようというんでありましょうか。大原道義、さあどうか、しっかりと決まっています。ここはジョニー・スミス、絶対に大原を逃したくはありません。エスケープ、これもロープに逃げるしかないですね。右手の反対側にありましたから、あのスミスの体にかからない角度ですからね。はい、そしてバックを取りました。グランダーッと逆に、今度は大原道義がしっかりとジョニー・スミスの左のリストを取っています。リストロック、リストロックからなんとか右足をサードロープにかけ逃げたいところであります。この技から免れることができるか、ジョニー・スミス。ジョニー・スミスがさあどうか、サードロープに行けるか。じわ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 寄って、今ブレイク。強烈な小原のストンピング、まあ、小原のストンピングというのは師匠譲り、かなり効力あります。裏投げを狙った、この脇頭か、金的キック、そしてジャンピングしてのネックブリーカー、これはか、カウント、カウント。ジョニー・スミス、ここはなんとか返しましたが、ちょっと金的蹴りが効いているんでありましょうか。さあ小原道義、ほぼキャンバスの中央からパワーバブ、どうか、スミス返した。スミスがこの体勢からどうか、小原すごい力、逆に落としました。さあ抑え込んで、あと脇固め決まっている。さあどうか、小原がここはこの技から逃れることができるか。ちょっと厳しいかもしれないですね。はい、ジョニー・スミス、ここで持って左の腕をしっかりと取っています。リストロック、やはり小原が必要にパワーボム連発いった。あそこは1回でもって離せなくてはいけませんよね。そうそう、ただ三角でやってるのをボム持ち上げましたんで、はい、その場で離せばよかったんですけどね。はい、小原のボムはドラゴンスクリュー、小原道義、さあこれは相手を引かしたポーズを取っておいた小原道義、フライングメアーからキャンバスの中央、そして逆にフライングメアーからどうか、ブリティッシュホール抑えた、カウント、違うの、ジョニー・スミスのワロを破りました。まずは名古屋での新日本プロレスの対抗戦、大原道義を下しましたジョニー・スミス。今日の大原良かったですね。はい、やっぱりスミスに対抗してアオシドックスの攻めにいいとこ見せてましたね。なるほど、まあ途中その反則で切り抜けたものの、しかしブリティッシュフォール決められてしまいましたね。はい、あれはあの完全に罠を仕掛けましたね、スミスは。最初にこう自分でやって、その後大原にもやれよっていうのは体勢で罠がそれに乗っちゃったわけですよね。はい、そのままリバース DDT の形で決められたということですね。なるほど、さあ今新日本プロレスの入場してくる通路、先頭は後藤達俊、そして後方からは小島さとしが入場してまいります。入ってまいりました小島さとし、前
全日本プロレスのジャイアントシリーズ愛知県体育館のマットに登場しましたチーム2000と小島とそして後藤です。こちらは小島聡、そして手前側は後藤辰俊であります。日本全国にいる全日本プロレスファンの皆さんがこのスティーブ・ウィリアムス殺人医師ドクターに新日本プロレスからの2人の患者をなんとか料理してくださいというそんな願いでもって今見つめているのではないでしょうか。さあ入ってまいります。殺人医師スティーブ・ウィリアムス、そして荒谷信孝も今日は入ってまいります。重量級コンビががっちりと握手をし、これから新日本プロレスの刺客を料理しようというところです。入ってまいりました荒谷信孝、そしてスティーブ・ウィリアムスであります。今リングに入ってまいり、しかし早くも小島聡奇襲をかけようというんでありましょうか。何やらもう罵っています。さあ両チームがコールされます。両手を名古屋のマットで大きく広げました後藤。さあ小島聡、おっと早くもウィリアムスが仕掛けたか。荒谷信孝、さあスティーブ・ウィリアムス、そしてレフリーはオーリー山口がこの一戦をさばきます。荒谷信孝、そしてスティーブ・ウィリアムス、ドクター・ボムが今日火を吹くんでありましょうか。そしてこちらは新日本プロレス勢であります小島聡、後藤辰俊、チーム2000からやってまいりました。さあ先発はどうなるか。ああ小島がちょっとこれはウィリアムスを挑発しています。小島ウィリアムスオタクしょうがないんじゃ。ああなるほど、あっと初めてですからね。ああそうですね、場内からは意外にも小島コールが起こっています。さああっと先発は小島とスティーブ・ウィリアムスが先発だ。今が向かった。さあ早くもここはレスリングスタイルに持ち込もうというんでありましょうか。スティーブ・ウィリアムス、そして小島聡、さあまずは首にここは来るか。組み合ったところですが気合が入っています小島聡、全日本プロレスのマットを初めて踏んでおりますこの小島と、さらにはニュートラルコーナー、いやコーナーマットに控えている後藤であります。レフトからのヘッドロックの体勢、ロープに振っておいた、帰ってくるところどうするか。左の肩腰から当たってくる小島聡、さあ今度はスティーブが飛んできた、ラリアットかわしておいた、今度はレフトショルダーアタック、スティーブ・ウィリアムスであります小島、逆水平、力がこもっています小島と、そしてスティーブ・ウィリアムス、逆水平を見舞ってまいりました。あー今度はグーパンチ、後藤が入ってくる、これノータッチ、ノータッチで入っておりますヘッドバット。さあテーブラトンで持って、おークローズライン、これ来た、これは強烈、エプロンからリングした後藤、そして小島、ここはグランドの展開か。いやしかしレフトリストロックの体勢を作っていますスティーブ・ウィリアムス、ストンピング、ストンピング、ロープの反動を利用した、今度はまず足を取っておいた、エルボーを落としてくる小島聡、素敵な笑みを浮かべています小島聡であります。小島も気合乗りは抜群でありますが、その気合乗り、気合というものがどこまで続くんでありましょうか。小島聡183センチ112キロであります小島聡、東京都は江東区の出身、90年の10月よりアニマル浜口ジムでトレーニングを重ね、91年の2月新日本プロレス入門を果たしました。
さあその小島から後藤が入ってまいりました。過去この後藤は90年代前半ニューブロントボンバーズとして暴れ回っておりました後藤達俊、そしてスティーブ・ウィリアムスから荒谷信孝が入ってまいりました。岸さん、はい、荒谷と後藤はもちろんこの、初対決になるんですかね。そうだと思いますね、はい、組み合っておいた。さあブレイクをかけますウォーリー山口レフリーであります。荒谷が WR にいるこの平成新年がかなり入ったのやってますんでね、もしかするとやってるかもしれない。なるほど、はい、さあそのあたりでありますが、荒谷信孝ヘアスタイルをこのシリーズ変えているわけでありますけれども、さあその荒谷と、そして金髪がなびいています後藤達俊、胸板のあたりチョップを見舞ってまいりました。打ってくる打ってくる、さあこの胸板のあたりに打ってくる打ってくる、どちらに軍配が上がってくるのか。荒谷も懸命に打ってくる、打ち返した後藤、すごい打ち合いになりました。全日本と新日本の構想、現在の構想が如実に現れています。体力では荒谷の上なんですが、曲げるわけにいかないですよね、こういう状態でね、ロープに振っておいた。まずは左の肩口から当たってくる荒谷、しかし後藤というのは反則でもって苦しい時にうまくそのくぐり抜けるという、そんな先方で来ることがあります後藤達俊。もうヒールとしてのキャリア長いですからね。あ、やっぱり出ました、行った矢先に金的キック、はい、プロンからリング下、さあリング下に転落すれば小島が追ってくるぞ。小島がバックボーン後頭部蹴り技を見舞ってまいりました。やっぱり蹴り技、やはりこういったラフを得意とする選手には菊池さん、そんなにいわゆるパワーでもって押してばっかりいけば、こうやった反則殺法で切り返されますよね。強く戦のファイトはダメですよね。はい、まだ荒谷もやっぱりこういったあたりファイトが正直すぎますね。はい、そしてエプロンからリング内、両選手が入ってまいりました。小島聡、さあこの小島聡は新日本プロレスのヤングライオン杯連続、その全く負け知らずでもって優勝、いわゆる全勝優勝という経験があります小島聡。さあキャンバスの中央でもってブレンバスターに行こうと思うんですが、重いこの荒谷が上がるんでありましょうか。小島ブレンバスター、荒谷やっぱり菊池さん、力では荒谷が十分ありますよ、ね、体も大きいですからね、ただスピードはやっぱり小島の方が上ですね。小島なんか非常に楽しそうにやってますね。だいたい小島というとかプレッシャーを楽しむ方なんですよ。だから全日本のリングで元三冠ヘビー級王者のウィリアムスとできるというのは嬉しくて仕方ないんじゃないですか。なるほど、さあ小島聡はサラリーマンの経験もありますが、しかしもうプロレスが好きで好きでしょうがなくプロレス界の門を叩いたわけであります。入門先は新日本プロレス。田原大成佐渡か、2カウントです。今さばいておりますウォーリー山口レフリー、この全日本プロレスと新日本プロレスの対抗戦は初めてさばくわけなんですが、さあどうか、後方から来たぞ後藤達俊、トゥーブラトンでもってダブルブレンバスター、2人ならば十分に上がります。どちらがカバーに行くのか、カバーにめくずストンピング後藤達俊。後藤も菊池さん、やはりレスリングも十分にできますし、はい、それからラサッポ、これもかなりいくんですよね。いや、ラフ強いですよ、ものすごく。で、小原って君、大学時キャグを持ってたでしょ、はい、あの頃やっぱり新日本の頂点にふさわしいタッグチームだったんですからね。はい、荒谷大丈夫か、ちょっとこれは敵の攻撃受けすぎか、ハイルドライバー抑えた、そうか、カウントは2カウントです。スティーブ・ウィリアムスを指差しましたが、そして後藤から小島、小島が入ってまいりました。
しかしあの小島というのはストンピングはその一つ一つの技を相手に放つ放した後すごい気合がこもってるんですよね、はいはい、この気合に押されすぎてはたまったもんじゃないですか。この全日本勢気合も明るいんですよね、出し方が、はい、でもこうあの小島に分を浴びせても、はい、憎んでる方が少ないという不思議な選手なんですよね、はい、さあこの小島さとしの表情何かもう観客も自分のものにしようというのか。小島フライングしてエルボーカウントはどうか。スティーブ・ウィリアムスがカットに入りました。これにはどのようにしないところなんか若い力で押し切ろうというんですかね。小島さとしがまずは胸板のあたりにパンチを見舞って後藤がこれは誤爆ラリアット。そしてスティーブ・ウィリアムスが入ってまいりました。殺人医師何かもう聞き分けのない2人の患者をいさめようというんでありましょうか。スティーブ・ウィリアムス、さあこれにはたまったものではありません。新日本プロレス勢ドクターバブン、ドクターダメです。後藤がまだリング内におりました。その後藤をエプロンからリングした。さあ今度はスタンピートか。スティーブ・ウィリアムス、あっとしかしちょっと今福さん、はい、長すぎたんですかね。長すぎました。あの前ならできたんでしょうけど今体調万全じゃないですからね。はい、押し込んでカウントはどうか。2カウントです。小島さとし、さあ腕を取っておいて、あっとバック回られた。スティーブ・ウィリアムスどうか。リストを絞り込まれた。殺人バックドロップに、ああ引くことできません。もちろんこのスティーブ・ウィリアムスの戦法というものは小島、さらには今ダブルスレッジハンマーを見舞っていることを読み取っていることでしょう。ウィリアムスが後藤のバックドロップが18番なんですよね。あそのまんまで目の前で小島が仕掛けるというのはいい動きをしてますよね。はい、ニュートラルコーナー、新谷がラリアット走り込んでった。さあそしてスパインバスター、スティール・ウィリアムス、新谷と小島ボディースラム。さあ名古屋の夜に大きな大きなムササビが待った。ダメ、これは見ておりました小島。あっとこれは膝のお皿の部分に低空ドロップキック。小島ドラゴンスクリュー、ムササビは宙を舞うことができず、さあ小島やっちゃうぞという表情。クローズラインかいくぐった。しかし後藤が出てくる。ダブルスレッジハンマー、後藤のバック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 。後藤はやっぱりチーム中心の同じ軍団で働いてるだけに、はい、そのあたりいいですよね。そうですね。そしてダイヤモンドカッター、抑え込んだ。穴山どうか、返すか、返した。さあ何か自らの腕を誇らしげに見ておりました小島さとし。怖いぞ怖いぞ、ラリアット、あれダメか、スリーダウンボー。小島が新谷をホールしました。福さん、小島のこの表情、小島に楽しまれちゃったという感じですね。何か全日本勢どうしてしまったのみたいな感じですね、はいはい、まあ、言葉は悪いんですがちょっとこう憎らしい感じもしますね。小島が憎らしいけど憎めない男なんですよね、なるほど。広斉藤が先頭、そして天山広義が入ってまいりました。
そして長野正弘、暗黒街の大王がまたしても全日本マットにやってまいりました。リング下にはチーム2000のメンバーがついております。天山広義、そして長野正弘、暗黒街の大王がまた一人また一人と全日本マットから選手を地獄に引きずり込んでしまうんでありましょうか。さあ、そして全日本プロレスからは星中志郎、淵正信、そしてデンジャラス系川田俊明、これから敵の待つリングへと向かってまいります。淵正信、真ん中には星中志郎、そして最高峰からは全日本プロレスのエース川田俊明。今新日本プロレス勢がいるリングをじっと見つめております。川田、さあ名古屋大会クライマックスを迎えました。まずはチーム2000とヒロ斎藤がコールされました。天山広義、チーム2000との参謀格でもあります。そしてチーム2000との恩対、長野正弘、暗黒街の大王。星中志郎です。に淵正信、さあデンジャラス系川田、長野を見つめておりました。そしてこの試合メインイベント、全日本プロレスと新日本プロレスの対抗戦ファイナル戦、和田恭平レフリーがさばきます。チーム2000とのメンバーはじっとこの全日本勢を見つめています。長野正弘が、天山広義が、広斎藤が、星中、淵、川田を見つめています。福士さん、はい、まあ、特にその注目視される部分なんですが、はい、川田と長野の対戦じゃないですかね。まあ初対決ですし、はい、このからには最高に楽しみですよね、はい、ただこ の, あの流れを作っていくのは、はい、広斎藤であり越中ですね。なるほど、2人とも相手の手の内知ってますから、はい、この2人だけですよ、相手の手の内を知ってるのは。さあ和田恭平レフリーがキャンバスの中央におります。何か早くも試合前、まだゴングは鳴らされておりませんが、長丁発止といったところか。長野正弘、そして天山広義、広斎藤、長野正弘、さあ誰が先発か。チーム2000とは今結束をより一層固め、さあ全日本勢は誰でしょうか。セコンドについてるメンバーが武器にですよね。そうですね、星中と天山、今ゴングなりました。いきなりラリアット、天山広義、そして星中志郎であります。ロープに振った、帰ってくるところ引っ張った、クルクル振っておいた、ギリク、天山ルーシー、さあ腰中に対して、ここは村板のあたり、今度はダブルチョップ、天山広義です。183センチ120キロ、71年の3月23日京都市の出身、学生時代はボディービルとバスケットで体を鍛えておりました。90年の5月新日本プロレスに入門し、91年の1月にデビューを飾っています、天山広義。さあその天山に対しまして、越中志郎は
リップアタックから、そして今赤鬼淵正信につないでまいりました。淵正信、そしてこちらは天山広義。淵と天山の局面を迎えています。愛知県体育館、全日本プロレスのジャイアントシリーズ名古屋大会。まずはお互いに少し間合いを取ろうというんでしょう。しかし天山から広斉藤が入ってまいりました。確か菊池さん、この広斉藤は、あの全日本もっと初めてでは、いや、あの体に張り付いて、ね、全日本で1年以上やってましたよね。はい、約1年間ですか。はい、あの世界ヘビー級、ジュニアヘビーの初代チャンピオンになってますしね。だから淵とはもう何回もやってますよ。ああ、なるほどね。川田はその頃まだ後輩でしたからね。はい、まあ、その川田も今や全日本プロレスのエースであります。さあ、広斉藤、175センチ、107キロであります。61年の5月25日生まれ、神奈川県の川崎市の出身であります。78年の8月26日、新日本プロレスマットでデビューを飾ったわけであります、この広斉藤。得意技は戦闘音でありますが、果たしてそれを全日本プロレスでどの選手に見舞うことができるんでありましょうか。まずは、これは腕を折りの体勢は淵正信。足をフックしておいて、ここは広斉藤の左のリスト絞っておいた。これはリストホイップ、淵正信です。リストホイップからヘッドシザーズ繋いでまいりました。広斉藤、ここはどうか、うまく自分で抜いたんですが、しかし逆にこれはヘッドシザーズ。さあ、先ほどと同じ体勢になりました。広斉藤、今度は首を強引に押し付けています。淵正信です。これはたまりません。キャンバスに額のあたり引きずっています、この淵正信。そして淵からデンジャラス K、 川田俊明が入ってまいりました。川田と広斉藤、両者の局面を迎えております。そしてお待たせをいたしました、川田俊明と蝶野正弘の両雄の激闘が見られます。愛知県体育館、全日本プロレスジャイアントシリーズ名古屋大会。恨み合っただけでお客さん盛り上がってますね。そう、あっといきなり、まずは胸板のあたり、川田の逆水平から始まりました。さあ、蝶野正弘、唇を噛みしめてボディのあたりに蹴り技、レフトからのヘッドロックの体勢、蝶野正弘ロープに振らった、タックルどうするか。ここは左の肩口から当たってまいりました。そしてポーズを作りました、この蝶野正弘。暗黒街の大王でありますが、その蝶野正弘が今度は後頭部のあたりにパンチを落としてまいりました。まあ、パンチというよりは手首を落としてまいりました。カウンターのキック、これをかわしておいたか、あっと円髄を防いだ。ヒールキック、これもかわされた。菊池さん、はい、今のお互いの得意技見てましたね。そうですね、ただあの川田はですね、はい、あのこの前の健介みたいな一直線のファイトだと蝶野の柵にはまれますよ。なるほど、蝶野は緩急自在ですからね、だから川田もじっくり見てますよね、今のところ。はい、足を取りました。ここは自分のコーナーマット付近、川田が持ってくる赤コーナー、そして腰中志郎、腰中と蝶野、まあ、この両者は新日本プロレスでも数々戦ってますからね。はいはい、ボディを蹴りました蝶野正弘、そして腰中志郎です。盛んにまたヒップを出してまいりました、この腰中志郎。かわず掛け、蝶野正弘に対しまして足を持った。さあ、ここはあの全日本勢は菊池さん、まず蝶野、いわゆる対象覚悟を痛めつけてしまうというんですかね。まあ、やっぱりそうですよね。はい、あの蝶野から取ればもう文句なしですし、はい、蝶野をとにかく痛めつけて、その手の内、まあ、この対抗戦これで終わりじゃないんでしょうから、はい、今後のためにも蝶野を痛めつけておく必要ありますからね。なるほど、これはもうあのジム2000の方にとっても同じで、まずカーダを痛めつけたいということですからね。はい、
レッグスプレット。そして藤正信と蝶野正弘の局面を迎えています。あ、顔面かきむしり。シングル戦あるいはまたタッグ戦を入れて、この蝶野とそして藤正信は3度対戦しておりますけれども、しかしここはチーム2000に捕まっております。藤正信ヘッドバット、天山広義。さあ藤がナックルパート。あっと微動しません、この天山広義。藤と天山と藤は初対決ですよね。はい、藤もやっぱりいろいろ試してみるというところがありますね。なるほど。藤正信と天山広義、そしてまたチョップ、いや地獄突きを見舞われ、そして今度腰中志郎が入ってきましたが、もうここは出てくるや否やチーム2000に捕まっています。そして広斉藤が入ってまいりました。広斉藤の右のシューズでもって右の頸動脈のあたりを踏みつけられております、この腰中志郎です。侍選手、この腰中志郎がちょっと苦しいか。今度はエルボーを見舞われている。そしてエプロンからリング下、あっとリング下にはチーム2000とのメンバーがいます。やっぱり捕まった。後藤が手を出した。そして小島も手を出すか。やっぱり出してまいりました小島。このセコンド陣が厄介な存在なんですよね。たまりませんね。何かリング下に狼の群れがあって、その中に子羊がポンとこう放り込まれてしまったような感じがしますね。そして今度は鎌田と長野正弘。しかし背後からは天山広義。あーっと今目でしょうか。そして腰中志郎が天山広義、広斉藤が鎌田を捉えてくる。ハイキック、ハイキック、この鎌田俊明。そして腰中に渡してくるが一本アタック。腰中志郎、全日本勢連携プレーは見事であります。ボディスラム。ここは腰中志郎相手の髪を掴んだんですが、さあ広斉藤、そして今川田俊明が入ってまいりました。川田俊明が広斉藤のボディのあたりを蹴り込んでおいて逆水平、いやこれは喉元のあたりを狙ってまいりました。今度は胸板、広斉藤、これは敵のコーナーはまってしまいました広斉藤。さあそして足を取って、ここは左のふくらはぎの部分に、そして今度は足をこれ決められます。これはまあ当然のこと、川田の蹴り技を封じるというそんな感じであります。広斉藤は時折その監獄ロックなどを出しますが、さあ川田俊明、広斉藤の方を張りました。逆に張り返してきた広斉藤、張り手の応酬になりました。さあどうか、張り手張り手、あーっと蝶野正弘が入ってくる。ナックルを連発させてまいりました、この蝶野正弘。乱戦状態にここは持ち込んでまいりました。こうなってくると福士さん、はい、まあ、レフリーがその一人じゃ足りませんね。そうですね、だから今の乱闘もヒロがチャンスを作ったわけですよね。ほんとにヒロクセモンなんですよね。はい、川田俊明が捕まっています。蝶野正弘が青コーナー、自分のコーナーマットでもって鎌田をこれはトライにかかろうというところでありますが、さあチーム2000と血に植えた狼勢、その狼勢の強襲、鎌田が捕まってしまうのか。ロープに振っておいた。ここは今左の肘でもって押し込んだのは天山広義。逆水平。さあ今度は川田も逆水平になりました。村板のあたり、天山広義、そして川田俊明です。そしてヒールキック、もんどり打って倒れました天山広義。そして藤正信が入ってまいりました。顔面をシューズで持って踏みつけてまいりました藤正信です。フライングメイヤー、キャンバスの中央から、さあそしてまた顔面を踏みつけました。これはたまりません天山広義。
リング下にいる小原、後藤、さらには小島あたりが和田恭平レフリーに反則ではないかと言っておりましたが、さあしかし試合はこの藤正信が今フェイスロックの体勢を作っています。後方から広斉藤がここは仕掛けに参りました。福さん、まあ、流れ的には今どちらが有利かというのは言えませんね。いや、ちょっと中小山で有利です、ね、なるほど、はいはい、まあ、もう自分コーナーに近いところで試合してますからね、ずっと、はい、さあ顔面、いや目の部分でしょう、右の目の部分を攻撃してまいりました、この天山広い、さあ長野正弘、長野正弘が入ってまいりました。長野正弘がパイルドライバー、藤正信、さあカバーの体勢、しかしこれはサードのブラシかかっています。おっと、和田恭平レフリーにここは突っかかってまいりました。長野正弘です、暗黒の大王、そして広斉藤が入ってまいりました。広斉藤がここはストンピングか。さあ藤正信がちょっとこれはあの砕き、キャンバスのほぼ中央、ただ斉藤、広斉藤もう一発いった。そしてカバーの体勢、和田恭平レフリーはカウントというカウント、エルボー落としてまいりました。広斉藤です、あの角度から先頭を2発くらい、そしてまたエルボーを食らっている藤正信、ちょっとここはもうスイッチしたいところですね。そうですね、あのヒロの体はよく焼いてますし、あの硬いんですよね、はい、まあ、先頭ものすごい効きますよ。なるほど、そして今はこれはパンチでしょう、広斉藤、そして天山広吉、天山広吉がカバーの体勢ですが、カウントは2カウントです。さあ天山広吉、藤正信がちょっとこれは敵に捕まる時間というものが長くなっております。パンチなんですが、ちょっと藤正信効力ない、あーっと鼻でしょうか、顔面を引っかいてまいりました、この天山広吉です。なんとか全日本はペース変えないとまずいですね、はい、このまま新日本プロレス勢チーム2000にその勝利というものを渡してしまうんでありましょうか。全日本勢頑張ってほしいところです。さあこのチーム2000とじわじわと相手のそのスタミナを奪ってから勝機を見つけ一気に攻めてくるというこのチーム2000と、そして天山広義と藤正信の局面を迎えているわけでありますが、キャンバスの中央でもって天山広義、さあブレンバスターか、藤が脇へ出る、さあどうか、ダメです、長野正弘がすぐに入ってまいりました。早いですね、はい、まあ、あの新日本勢というのは意外とその速攻型なんですが、まあ、全日本勢はパワーがありますから、そうですね、持久戦に持ち込めばもうこれは勝利ありますよね。まあ、今のところカーダが満を持してますね、はい、バックを取りました、バックドロップ、さあ藤正信、赤鬼がちょっとまだ火がついていないのか、なんとか闘志に火をつけて一気に行きたいところ、そして川田が入ってきた、川田と長のカウンター、さあハイキックで来る、ハイキックもう一発来た、ヤクザキック、ハイキック、川田のハイキック、ヤクザキック、そして腰中と縁に長野がこれは仕掛けてきました。トップロープ最上段から長野が飛んでいった。ここは試合の山ですね、はい、さあ長野正弘円髄、長野正弘に対して円髄、そして額のあたりショートキックを出しました。さあ乱戦になりました、川田と長野、長野からピンホールを奪えるんでありましょうか、ありがとう、そして出た出たストレッチプレブン、この技は長野初めて食らっています、エスケープできない、川田ひねるか、おっとこれは小原、
あっと足を払われた。あーっと STF 長野の STF だ。変わらん、エスケープできない、危ない、なんとかエスケープできるか。フチマサロームカット、フチがカットしました。さあ初めて食らったストレッチプラム長野正弘、しかしバックキック、川田ここは菊池さん早いとこ行きたいですね。ただ長野は死んだふりの名人ですからね、それに騙されると川田危ないですよ。はい、小原が足を取りました。さあそして天山と後藤が、あ、これは向こう側のリングサイドではフチとセコンドですね、セコンドですね、小原とやり合っていますね。腰中と小原、そしてラリアット、ヤクザック長野正弘先頭、川田危ない、どうだ、フルカウント、そしてボディースラム。さあ天山が飛んでダイビングヘッドバット誤爆、腰中カット、さあ川田と、そして広斎と、今ならチャンスか、エンドイン、いいタイミングで簡単に打ち入りましたね。もしかしたらこれはもう全日本軍勝機到来か。この体勢からパワーボム、抑えた、カウント、スリーアウト、川田取りました。チーム2000と敗れたい。いやそれにしても菊池さん、いや今吉中がですね、セコンドとランテやってる間は3点になってしまったでしょ、ちょっとまずいなと思ったんですけどね。なるほど、やはりこれはあの場外乱闘に誘ったチーム2000と、はい、そこに何かもう全日本勢に勝機到来でしたか。そうですね、かつあのセコンド陣の乱入が墓穴を掘ったという感じですね、はい、なるほど、新日本プロレスチーム2000と敗戦という結果、川田のパワーボムを決められました。広斎藤、全日本もフチと腰中がですね、あの川田とヒロの2人だけリングに残す体勢を作ったんですよ、はい、それが勝因ですね。なるほど、